常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね。さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。チャイナのね、まあ、気球問題ね。まあ、相変わらず王を引いてるんですけど、なんと、二つ目の気球が撃墜されたというニュースが入ってきました。はい、こちらですね。これね、日経新聞かな。まあ、いろんなところでまあ出てるんですけど、日経の記事がいいかなと思います。こちらですね。米軍アラスカ上空で飛行物体撃墜、国籍は不明ということで、まあこれチャイナでしょうね、わかんないですけどね、まだね、まあ断定しちゃいけないですけど、断定はしないでおきますけど、まあチャイナかなという感じです。この記事読むとね、国家安全保障会議 NSC のカービー戦略報道官は10日の記者会見で、米軍が同日午後、米アラスカ州の上空を飛行していた物体を撃ち落としたと明らかにした。どちらから飛来してきたかは現時点で不明で、バイデン大統領が民間航空域への脅威になる恐れがあると判断して撃墜を指示したと。で、バイデン氏はですね、10日に、ホワイトハウスで記者団に撃墜は成功したと述べましたと。で、カービン氏によると、9日夜に発見され、バイデン氏が国防総省の進言を受けて10日の午前に撃墜を命じたそうです。で、物体はですね、高度4万フィート、1万2000メートル飛行し、小型車ほどの大きさだったと、いうことです。前に飛んできたやつよりもちょっとちっちゃかったわね。はい、だそうです。で、一応ですね、国防総省のね、ライダー報道官はですね、民間航空機は最高4万5000フィート、約1万4000メートルで飛行している。この物体が、民間機の交通に脅威を与える、あるいは、潜在的な危険をもたらす懸念があったということで、まあ、撃墜を正当化したと、いうことです。まあ、ただですね、前回ね、撃墜したやつはですね、約60メートルの大きさでバス3台分、で、しかも飛んでた高度がですね、18,600 メートルとかなりの高度だったんですよね。で、今回のはちょっとそれとは違うと、高度も低いし、大きさもちっちゃいということです。あと何がついてたのかもちょっとよくわかんないんですけど、前回落としたやつはね、なんか通信傍受をするためのアンテナがついてたっていうこともこれ出ているので、まあ、ね、前回の巨大気球とのね、関連が取り沙汰されてるということなんですが、まあ、アメリカ国民激おこでして、この気球の件だけでですね、チャイナへの制裁を科すのではないかと。まあ、この気球のね、民間企業がやったって、まあ、チャイナ言い張ってるので、まあ、その民間企業にね、まあ、その制裁を科すのではないかと、言われてます。まあ、大体こうアメリカがね、最初に制裁を科すと、まあ、G7 同調して日本もなんかやるのかなとかね。まあ、あと、前にも、ちょっと動画でね、取り上げましたけれども、陰でロシアを応援してたというね、動かぬ証拠出ちゃいましたから、ウォールストリートジャーナルからね。まあ、これも含めてですね、まあ、2月の24日ね、ロシアのですね、ウクライナ侵攻からちょうど1年経つ、この節目をですね、まあ、機にですね、まあ、チャイナに対する、こう、また包囲網ね、強まっていくのかなと。まあ、これがまあ、同盟の力なんですけどね。今日実は、ヤエスイブニングラボのメールマガに書いたんですけど、アメリカがですね、こういう制裁を課してね、で、周りが同調すると。これがまさに同盟の力なんですよ。で、これ、チャイナやロシアにとっては脅威でしょ。ね、アメリカだけが単独で来るならいいんだけど、アメリカを刺激すると周りが来ちゃったりとか、まあ、今回ね、ウクライナを刺激したら周りが来ちゃったりみたいな、ね、このパターンですよね。これがあるから、彼らは慎重なんですよ。ね、その一国を攻撃したら、その一国からしか反撃がないんだったら、これ、リスクが読めるわけじゃないですか。で、それを一個攻撃すると周りからもやれるかもしれないという、この脅威ね。だから彼らも抑制的になるんですよ。これいいですか？基地反対派の皆さん聞いてます？大丈夫ですか？武装すると、狙われるんじゃないんですよ。ええ。武装することによって、みんなから狙われてるのは、その悪いことする人たちだからね。ね、そこね、よくちょっとね、考えてほしいんですけれども。で、そんな中ね、まあ、チャイナ経済非常に傷んでいると、いうことです。はい。で、傷んでる経済にさらに経済制裁ですから、もっと傷んじゃうかもしれないと。いうことで、まあ、チャイナのね、まあ、国民の皆さんも、だいぶもう豊かになってますから、贅沢な暮らし慣れてるのでね、まあ、今回のそのロックダウンでもね、戦時統制のような中でね、もうストレスが大爆発して、最終的には白紙革命って形で噴出したわけじゃないですか。だからもうチャイナ国内もですね、ちょっとぐらついてきてるなと。まあ、APEC の時ね、調子ぶっこいてた習近平ですけど、実はケツに火がついてたみたいなオチになるかなと思ってるんです。で、この件に関連してですね、福島香里さんのね、有料メルマガ、よく私紹介してますけど、これ絶対読んだ方がいいよ。絶対読んだ方がいい。まだ、加入してない人、ぜひ、加入してください。お金余裕のある人ね。で、私読んでるんですけど、武漢でですね、実はデモが起こってるの知ってました？結構激しいデモなんです。で、その福島さんのメルマガ、まあ、有料なんで、そのまま読むわけにいかないので、福島さんがですね、その中で引用してるですね、ラジオフリーアジアというところの記事があるんですよ。これね、中国語の記事なので、翻訳しました。はい。
で、ちょっと翻訳ソフトでやったんで、僕ももちろんあの中国語わかんないですから、翻訳ソフトでやったんで、ちょっと変な感じになるかもしれないですけど、今ね、武漢で結構大きなデモが起こっていて、SNS にもちょっとその動画なんか上がってますよね。はい。で、これ、あの、白紙革命からいろいろ続くデモの一連のデモね、の一つです。で、これはね、退職工デモと言われてます。あの、退職者のデモらしいんですね。で、内容はですね、こんな感じです。武漢の数万人の退職者が8日、市役所前に、市政府ですね、市政府前に集まり、毎月260元以上あった医療手当が数十元に減らされた理由を公に説明するよう政府関係者に陳情した。集会の参加者によると、市内の200万人近い退職者がこの影響を受けており、政府が問題を解決しない場合には、今月の15日にさらに大規模な抗議行動を行うとのことですということで、来週ですね、実はちょっと武漢ね、結構やばいんですよ。はい。全然これ報じられてないです。私今日ね、いろんなニュース検索したんですけど、武漢退職行ってやっても、武漢デモってやってもね、全然出ないです。これラジオフリーアジアしか報じないです。で、これピックしたのは福島香織さんです。はい。で、この内容によるとですね、今週の水曜日、午前8時頃、武漢市政府前に数万人の人々が傘を差して小集団で集まり、あるいはですね、政府の敷地前に立って出口を塞いでいる光景が見られたと。敷地内では、警察が警備をしていた。あるビデオ撮影者は、これはアメリカの外国勢力の影響ではないかもしれない。すべていわゆる政府が操作しているのだ。国民のためになる方法を見つける代わりに、底辺の人々の医療費から現金を差し引いているのだ、と言ったと。いうことです。で、まあ、民主のためだと言いながら、誰のために働いているのか、武漢には100万人以上の、まあ、200万人ってね、報じてますけど、定年退職者がおり、いるので、まあ、みんな影響を受けると。で、映像や写真を見ると、武漢市政府前の広場はすでに多くの人で賑わっていることがわかりますと。地元の人が、このね、ラジオフリーアジアに語ったところによると、その前の夜ね、市内各地の警察は退職者に対し、市役所に陳情に行かないよう通達し、特に、反体制派などに対してですね、市役所に行くな、結果を受けるぞと警告したんですが、まあ、数万人集まってしまったということなんですね。で、武漢在住のですね、江さんという方がですね、まあ、取材に答えまして、集会参加者の多くは、武漢鉄鋼工場の退職者だが、国有企業の退職者もおり、2月8日に、政府の公的対応を要求したと。要求は元の医療保険に戻すこと、1ヶ月 260.93 元だったが、今は多くの人が88元や82元まで、減らされていると。で、まあ、回答がなければですね、これに対してね、15日に中山公園で、権利擁護の集会を開くと、いうことをですね、まあ、市役所にね、要求として突きつけたそうです。これ結構深刻ですよね。これ実はですね、昨日、八重洲イブニングラボでね、島津さんに、まあ、中国経済のことも語ってもらったんですけど、まあ、これまあ、多くの人は気づいてる話ですけどね、公開情報ですけど、チャイナのですね、地方政府の税収基盤って、ものすごい脆弱なんです。はい。固定資産税っていう制度自体がなかったりとかね。それから地方税みたいのがちょっとね、取れないんですよ。取れないです。税収基盤めっちゃ、脆弱でね。で、チャイナにありがちな、自給自足体制っつうんですか？チャイナってほら、軍隊もビジネスやって、それで軍事費稼いでるような国でしょ。これもずっとそうなんです。毛沢東とか以前からずっとそう。ね。だから、軍隊はですね、チャイナ国内をこう、放浪しながらね、人狩りをして、ね。で、物資を挑発して、ね。さらになんか勝手に石書作って通行料取ったりとか、こう、ビジネス始めちゃうっていうのは、これ歴史的にまあそういう感じなんです。で、チャイナの地方政府もですね、まあそれこそ、華僑の頃からの伝統でね、税収は請負業者みたいに任せて、そいつがまあ、ピンハネして、まあ、上に収めてくるみたいな。それをちょっと仕切ってるだけみたいなのがちょっとあるんです。で、何がポイントかというとですね、税金ね、日本の地方政府が、まあ、日本の地方政府っていうか、日本の地方自治体がね、やってるような、こう、地方税みたいな、ああいう基盤がない。財政基盤がない。で、国税の基盤もね、まあ、地方交付税交付金みたいな、ああいうちょっと基盤もないんです。で、何やるかというと、政府がですね、持ってるね、その地方政府が持っている土地をですね、まあ、使用権をね、売却して、で、その売却益で、まあ、その財政を潤しているという感じなんです。まあ、資産売却ですね。まあ、ただ所有権は売れないんですよ。共産主義の国なんでね。使用権を売って、で、それを恒大みたいなところに買って、で、その巨大な開発をやって、まあ、ゴーストタウン作ってみたいな、こう、ことでやってたんですけど、不動産不況じゃないですか、今、チャイナね。で、その錬金術がもう使えなくなっちゃったし、その錬金術使っちゃダメっていうふうに、その、まあ、中央政府っていうか共産党ですよね。習近平からお達しがあったんで、もうそれが縛られてると。ね。で、他のじゃあ、その、歳入基盤見っけられたかっていうと、全然見っかってないわけ。
で、見っかってないから、結果としてですね、支出を切り詰めるしかないでしょ。で、チャイナももうほら、少子高齢化進んでるので、この社会福祉予算って結構大きいのね。なんで、ここに大なた振るったらですね、まあ、このね、エンサの声がドカーンと湧き上がって、武漢でね、大規模なデモが起こってしまったと、いうことです。でね、もともとこの制度はですね、1988年に実施された社会保障制度らしいんですね。で、毎月ですね、264円以上の薬代が補助されていると。で、現在はですね、これも 70% 削減されてしまったということで、先ほどのね、コウさんという方、今は毎月80元以上出すと、どんな薬も、今はどんな薬も買えないか。今はまた、変わって、あのね、外来診療報酬は700元以上、最高3500元でないと、その補助を受けられなくて、その上ですね、まあこれまで払った分から比べるとね、もうかなりの損をしていると、武漢には200万人近い退職者がいると、まあつまりこの人たちが不満に思っていると、いうことです。で、現場にはですね、特別警察を満載したバスが何台も止まっており、集会が行われた広場も警察と私服警官でいっぱいで、まあ、ものすごい厳戒態勢でこのデモを、まあ、警戒していたと。まあ、白紙革命アゲインみたいになることをね、恐れているんだろうな、ということです。で、このコウさん曰く、これ、チョウさんって人ですね、武漢に住むチョウさんという方の、話なんですけど、大勢の警察が、このね、市役所というか、まあ、市政府前にですね、集まってですね、まあ、その、警備していると。で、まあ、本当にハラハラしたということです。で、医療費助成を増やさなければいけないんだけれども、これやってくれるのかと、いうことでね、皆さんまあ不安に思っているということで、まあ、15日にですね、次のデモが起こると思います。多分ね、このままいけば。まあ、もしくはなんか、部分的になんかね、条件闘争みたいなことやって、ちょっとこのガスを抜くかもしれないし、まあちょっとこの辺がどうなのかなということですね。まあ白紙革命とね、あと例のまあ、ロックダウン騒ぎね、まあその後まあいろいろありましたけど、まあ今チャイナ政府としてはですね、ガス抜きモードなんで、こういうのもまあ弾圧しないで放置してるんですけれども、あまりにもこれがね、大きくなりすぎるとね、民衆側の、大衆がね、自分自身の力を自覚するとですね、まあ一向一揆みたいな、展開もあり得るので、まあ、習近平様お気をつけくださいっていう感じですかね。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はですね、ぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、 Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。